この時間は投資信託のコーナーになります。HSBC アセットマネジメントのシニアマーケットスペシャリスト、久世ベルト元子さんです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今気がついたんですけど、あれアセットマネジメントって変わったんですか？はい、社名がですね、11月1日付で HSBC 投信から HSBC アセットマネジメントに変わりました。実は以前も HSBC アセットマネジメントという社名だった時もあったんですが、あったんですが当時はですね、ちょっとアセットマネジメントという言葉がまだ浸透していてなかったためにですね、日本では HSBC 投信という社名にしておりました。で、今回満を持して HSBC アセットマネジメントという社名に変更させていただきました。はい、満を持してということですが、資産運用を意味するアセットマネジメントという言葉、当たり前に使われるようになってきたんで、時代が移ってきたという認識でよろしいわけですね。はい、名は体を表すと言いますので、はい、社員一同ですね、新しい社名 HSBC アセットマネジメントの下ですね、社員一同、全力で努力してまいります。で、全力で努力していただいたお話を今日伺うんですが、はい、2022年のまずは投資環境の見通し、はい、これを伺えるということで楽しみにしているんですが、はい、HSBC アセットマネジメントでは、年の初め、年の初めにですね、毎年投資環境見通しのテーマを発表させていただいているんですが、まだ12月なんですけれど、今回は特別に、前倒しで2022年の投資環境見通しをお話しさせていただきます。はい、お願いします。はい、実はこの HSBC アセットマネジメントの投資環境見通しのテーマなんですけれど、実は年をその年をズバリ、言い当てているというふうに評判なんですね。で、今回またこのお話をさせていただく前にちょっと振り返って2020年の、そのテーマというのが、不確実性の時代でした。はい、ガルブレイスを出してきてですね、お話伺った記憶ありますって言ったところで、はい、こんな分厚い本でしたってのがあります。はい、はい、実はですね、2020年の、テーマ、不確実性の時代はガルブレイス氏の本にもあるようにですね、前世紀の経済思想がにあった、確固たる確実性が崩壊し不確実性に直面するだろうというのが、2020年のテーマでした。で、ご指摘の通り2020年は新型コロナウイルスのパンデミックで世界経済は同時に、停止した、一時的に、そういう不確実性という言葉がまさにぴったり当てはまる年でした、はい、ということですね。はい、そして2021年は復興する経済というテーマだったんですけれど、世界恐慌以来のですね、リセッションに陥って回復に向かい、そして景気は拡大に向かう、そういった予想を出させていただいておりました。はい、ということで気になる2022年のテーマを教えていただけますか？はい、2022年のテーマは、成功の対価、The Price of Success です。このここでいう成功が何なのか、それをまずご説明させていただきたいと思います。スライドの方よろしくお願いします。はい、一つ目はマクロ経済における成功です。パンデミックで大きくダメージを受けた世界経済は例外的な政策支援の後押しによって大きく回復しました。左のグラフはアメリカの個人所得の推移を示したものですが、2020年、2021年乱高下しているものの、個人所得は上昇トレンドにあり、右のグラフは OECD のデータが示す失業率ですが、コロナショックで一時的に失業率は上がって、その後大きく低下をしています。2つ目は企業のファンダメンタルズにおける成功です。各国の機動的な景気支援策により、パンデミック下でも企業の利益率は健全な水準を保つことができました。左のグラフが示す MSCI ワールドインデックス、世界株式の EPS 予想はパンデミック前の推定値を上回る勢いです。そして右のグラフが示すデフォルト率も低下し、低い水準で推移することが予想されています。そして3つ目は政治経済学から見た成功です。世界の政策立案者はパンデミック対応に機動性と影響力を発揮し、例えばワクチン接種については中央のグラフに示されているように、欧州ではワクチン接種完了者比率は7割に近づいています。足元では新型コロナウイルスの変異種であるオミクロン株に対する懸念が広がっていますが、ワクチン接種により経済活動の再開が進んでいることも事実です。となると2020年は不確実性の時代、これを経過して2021年は各国の政策支援で、経済が復興した、復興ですよね。で、マクロ企業のファンダメンタルズ、そして政治経済学の観点から成功を収めた
ていうことですが、2022年はその成功の対価を支払わなくてはいけないっていうことですか。はい、そうなんです。2022年のテーマ、成功の対価はですね、このこれらの成功に対しプライスを払う時が来たということを示しています。政策の正常化が進む中でですね、こういった政策に支えられた成功に対しさまざまな課題が浮上してくることが予想されています。それでは次のスライドをご覧ください。はい、これがさまざまな課題の一つ一つを表したものなんですけれど、政策の正常化が進行する中、2022年は成長サイクルにおける正念場を迎えます。景気拡大局面では GDP と企業収益がピークアウトし、特に中国で減速することが考えられます。また現在のインフレ加速は一時的と考え、2022年半ばでインフレは低下に転じると予想します。そして COP26 でも議論を重ねられましたが、気候変動対策として脱炭素ネットゼロへの移行は不安定な状況を生み出す一方、投資機会でもあります。そしてリターンはさらに低下しますが、株式は引き続きアウトパフォームすることが見込まれます。それでは2022年の課題を詳しく見ていきたいと思います。まず一つ目の課題は成長サイクルの正念場です。こちらの図は景気サイクルを表しており、リセッション、つまり景気後退局面から景気回復期、そして景気拡大期へと移っていくのですが、現在多くの国は回復期から拡大期へ向かう途中段階にあると考えています。中国、アメリカを筆頭に欧州やアジアが続いていますが、拡大期へ向かうにつれより緩やかな成長となります。注目すべきはインド、ASEAN諸国で出遅れた分キャッチアップの余地は十分期待できると思われます。2つ目の課題、物価上昇圧力については、インフレは一過性というのが引き続き基本シナリオになります。左側のグラフでは様々なインフレ要因に対する HSBC アセットマネジメントのシナリオ分析を示していますが、赤い線がメインシナリオ、基本シナリオと考えます。右のグラフが示しているように、薄いグレーの棒グラフで示されている自動車や紫の棒グラフで示されているエネルギー、そして住宅など現在インフレを押し上げている一時的な要因の多くは間もなくピークに達し、サプライチェーンの修復とともに2022年半ばまでに軟化すると考えられます。一時的だとはいえ加速しているインフレですが、実はこちらのスライドですね、実はアジアのインフレは相対的に低水準です。左上のグラフからも分かる通り、欧米と比較してアジア諸国の CPI は赤い棒グラフで示されていますが、低水準であることがお分かりいただけるかと思います。その背景にはコロナ前から欧米では需要が増加していましたが、コロナ後のサプライチェーンの混乱により需給のバランスが崩れ、特に自動車などの耐久財において深刻な状況となっています。エネルギー価格上昇についても、インドネシアのように石炭、パーム油の産出国もあり、またエネルギー価格上昇抑制となる政策を取っている国も多く、欧米とは異なる政策、経済構造がアジア諸国では物価上昇圧力抑制につながっています。そして3つ目の課題、ちょっと行き過ぎちゃいました。アジアの波及効果について見ていきましょう。先ほど景気サイクルの図の中で拡大局面入りをリードした中国ですが、政策の正常化、新型コロナウイルス感染拡大、電力不足、不動産セクターの減速によって成長に圧力がかかります。しかしながら中国の政策傾向によって短期的な成長の逆風は軽減される見込みです。このスライドは12月の利下げ発表前に用意していましたが、中国人民銀行は預金準備率の引き下げを継続する可能性がある一方で、右のグラフが示す通り特別債発行高は従来と比べると2021年も引き続き高水準で発行されているため、地方政府の債券がインフラ投資を支援すると考えられます。まあ、今のお話で2022年はまあいろんなさまざまな課題があるということが分かりました。そうすると投資機会という点ではどのような資産クラスに注目すればいいんでしょうか。はい、HSBC アセットマネジメントが考える基本シナリオでは、景気は拡大局面に入り引き続き株式を先行します。ただしですね、どの市場が適切なファクターのエクスポージャーを提供するのかということも注視する必要があると考えます。
例えばですね、債券株式という資産クラス間の配分だけでなく、株式のファクターも考える必要があるということです。バリューとシクリカルが現在の環境では好調となる可能性がありますが、リスクの観点からは、クオリティと ESG へのエクスポージャーも、サポートされる可能性もあります。なるほど、 ESG 環境社会ガバナンスとこうなるわけですね。はい、業績や財務状況の分析だけでなく、企業の安定的そして長期的な成長には、社会問題そして環境問題への取り組みも評価して投資をする ESG 投資が、世界的な潮流となっています。次のスライドをご覧ください。COP26 でも示された通り、気候変動問題はマーケットでももはや無視することができない重要なポイントです。 ESG のような良い目的のためにはリターンを犠牲にしなくてはならないという考えも未だありますが、今後脱炭素への流れを受け、投資家は期待リターンを低下させることなく ESG テーマにアクセスすることが可能になると考えられます。まあ、こちらのグラフこれですかね、で拝見すると、通常のアメリカ株式と ESG を取り入れた米国株式ではバリュエーションに違いが生じているということですか。はい、こちらのグラフは縦軸が期待リターン、横軸が予想ボラティリティとなっていますが、米国株式については ESG 要素を取り入れることでボラティリティ、つまりリスクを上げずにリターンが改善され、シャープレシオが上昇しています。弊社では HSBC ESG 米国株式インデックスファンドを2020年11月に設定しましたが、設定以来基準価格も順調に推移をしています。まあ、以前投資信託のコーナーでもご紹介いただいたファンドということですけども、 ESG の視点から持続可能かつ米国株式で高い成長に投資ができる、その上インデックス運用だから低コストということで、設定から1年経ってパフォーマンスも純資産も右肩上がりに移ります、見えますね。はい、ありがとうございます。 HSBC アセットマネジメントは ESG 投資で20年の歴史があり、 ESG 投資のパイオニアとしての実績とノウハウを活用し、長期的なリターンの向上に努めています。まあ、2022年のテーマっていう投資相場見通しのテーマは成功の対価でしたけども、2021年の景気回復を支えた政策が正常化していく、景気拡大期は株式に注目、特に米国と ESG の組み合わせは魅力的と映りますね。はい、そうです。今回ちょっとお話できなかったんですが、新興国ではインドやインドネシアに注目しています。まあ、コロナ禍では海外なかなか行けないんですけども、せめて投資ではグローバルにポートフォリオを構築していきたい、はい、ということですね。ベルトさん、ありがとうございました。ありがとうございました。